皆さんあんまり判決文って読む機会少ないと思うけど、まあ、形式は長い短いはあるにして、形式は今回、短いけど、必要なことをバッチリ全て入ってて、判決文読むときの読み方ってね、ここに、判決ってこう書いてますよね。で、向こう側の弁護士とこっちの弁護士があって。で、主文っていうのが来るんですね、判決文。主文っていうのは、まあ、最終結論。特に、まあ、損害賠償請求、民事訴訟であれば、お金の関する部分の結論がここにズバってくるわけです。で、今回の主文としては、原告、葉山の請求。葉山がね、ああしろ、こうしろって、葉山が求めてた要求があるんですよ。それをいずれも棄却するってことはもう門前払い。ね、認めないっていうことなんですね。と同時に、裁判やると訴訟費用っていうのがね、因子代なんですけど、まあ大した額ではないけどね。100万円儲けて、100万円返せなんていう訴訟だって、印紙代自体はもう1万円、2万円とかその程度なんだけども、まあ、訴訟を起こすと同時にね、まあ、相手側が、印紙を貼るわけですよ、1万円分ぐらいの。その相手側、原告が、まあ、仮に立て替えといったやつを最後結論が出た段階で、ね、被告の負担にするか。原告の負担にするか、半々にするかとかね。まあ、そういうかかった訴訟費用の、負担をどうするかっていうのも大体主文にはつきます。で、私の結論を見ると、原告が求めてた請求はいずれも棄却、全部棄却する。訴訟費用は原告が持てってことは、被告である私には全く何の負担もなく、すべて原告持ち。ことは原告が100対0で完全に負けたということがこの主文からわかるんですね。で、その次に主文でもうズバッと結論言った後ね、まあ、問題になったのはどんな事実であり、それぞれ裁判所としてはどういうふうに理由を考えて判断したかっていうことを説明する。この主文の結論を説明する説明事項に入りますよっていうのは次の段階なんですけど、まず第一が請求で、じゃあ原告が被告に対して一体何を請求したのか。ね、被告は原告に対し600万円及びこれに対する令和2年8月11日から支払い済みまでの年3分の割合による金を支払えっていうね。これは原告が被告に要求した、これは別に最終的にはこれは認められなかったんだけども、被告が要求したのはこういうことなんですね。だからもう結構ね、令和2年から、だからもう30年以上年3分の割合でね、利子つけたらかなりの額になるんだよね、これ。昔は五分五厘だった時代もあるぐらい、今3分ってちょっと下がってますけどね。で、第2、事案の概要ということでね、まあ、今回の事件が、一体どういう事案だったかっていうことの、まあ、簡単にエッセンスを述べています。本件は原告が被告に対し、葉山が20歳に対して、貸付金合計600万円、およびそれに対する損害遅延金の支払いを求める事案である。で、一番として前提事実って言ってね、裁判所としては、まあ、双方に、原告と被告との双方に争いがない事実をまずは、こう、ダーって書いてくる。その次が争いがある争点、揉めた点。
その揉めた点について、当裁判所はこう判断しましたっていうのが来るんですね。まあ、だから本当ね、極端な話を言いますと、判決文読むときは、まあ、主文読んだ後はね、実はね、ここから行くといいんですよ。第3、当裁判所の判断ってあるでしょ。裁判の判決文読むときは、もう、主文の次はもう途中飛ばして、すべて飛ばして、当裁判所はこう判断しましたっていうね、そこからだけ読めば、本当はいいんです。ね、ここが裁判所の、結論、判断で重要な部分なんで、だからこれ皆さんね、判決文っていうのを読むときの、一つの、作戦なんで覚えておいてくださいね。必ずね、途中で、当裁判所の判断っていう項目が始まるんですね。そこから読めばいい。まあ、今回ちょっと短めだし、簡単に、その前の前段階も述べておきますけど、1、前提事実として、当事者間に争いがないが、互恵証書及び弁論の全趣旨により容易に認定できる、まあ、双方争いがない点。として1、原告と被告は平成25年、当時創価学会の、会員として交流があり、原告は大阪で会社を経営し、被告は学会の関連会社に勤務していたっていうね。まあ、これは双方争いがありますよね、この件。2、原告は8月12日、これ平成25年ですけど、2013年ですけどね、8月12日、被告名義の口座に300万円を、振込送金した。以下、本件金銭1という。で、本件金銭1に関し、被告作成の同日付の借用書、本件借用書が存在する。5、1号書、2号書。3、原告は、同年12月27日、被告名義の口座に300万円を振込送金した。以下、本件金銭丸2と。で、まあ、今述べた点については争いがないんですね。じゃあ、争点、争いは何だったかというと、一つは本件金銭1、8月12日に振り込んだやつの返還約束があるかないかという。当然、原告はあるという、被告はないという。で、もう一つの争点が本件金銭2、12月22日振り込みの、これについても返す約束したのかしてないのかっていうね、ここがもう争点なんですね。で、当事者の主張として争点1、金銭1の返還の約束の有無について、原告は当然ね、返還の義務がある、返還の約束がある、というのが原告の主張なんですね。読んでみますと、原告は被告から学会の事務総長、谷川だよね、に対する名誉毀損の疑いで取り調べを受けたところ、学会から除名され、勤務先からも解雇される可能性が高いため、それらを争う裁判費用等として300万円を工面してほしいと伝えられ、被告に対して貸付であれば金銭を交付できる、借用書の作成が必要であると伝えていた。そのような中、原告は8月12日、被告が大阪を訪れて、本件借用書を作成したことから、被告に本件金銭1を振込送金して貸し付けたと。これはあくまで原告の言い分ですよ。
本件借用書の作成日が11月1日であったとしても、本件借用書は、被告が原告に対して、本件金銭1の返還約束を確認したものであり、信用性が高いっていう。これが原告の主張。正しいかどうかは別問題です。これに対して被告、私の主張は否認すると。原告の主張は否認する。本件金銭1は、原告の被告に対する援助、贈与である。本件借用書は11月1日、学会との関係上、貸付を偽造する目的で作成されたものであり、原告は被告に対し、本件金銭1の返還を求めていなかった。そんな返すという約束はなかったというのが被告の主張です。争点に、12月27日の本件金銭2に関わる返還約束の、これについて原告の主張はさっきと全く一緒でね、原告は被告から勤務先から解雇されたため、これを争う裁判費用等として追加で300万円を貸してほしい。借用書は郵送する旨伝えられたことから、12月27日に、貸し付けたという。これは原告の主張。被告の主張は否認する。本件金銭には、原告の被告に対する援助、贈与である。原告は被告に対し、本件金銭2に関し、借用書の作成も返還も求めていなかった。まあ、本件金銭1の場合、借用書のあるものがあるっちゃあるけども、本件金銭2については、借用書のあるものも何にもないんだよね。当然、返還は1も、本件金銭1も2も、原告は私に対して返還を求めてきたことは7年間一度もありませんでした。まあ、こういう双方の主張の対立があるわけですよね。まあ、だから争点1、争点2っていうのはこの。で、この争点1、争点2について、裁判所がどう判断したか、ここからが、ある意味判決文の一番重要なポイントなんですね。認定事実、裁判所が認めることができた事実ということで、ね。まあ、いろんな前提事実、証拠及び口頭弁論もやりましたけどね。そういった様々な趣旨によれば、以下の事実が認められるということで、裁判所が認定した事実はこうです。1、原告と被告は、平成25年当時、学会本部に対して批判的なグループに属し、頻繁に情報や意見を交換し合う間が関係であった。で、2、被告は7月当時、平成25年7月当時、学会の事務総長谷川義樹から名誉毀損で刑事告訴されており、学会から除名される話や、勤務先から解雇される話が出ていた。このような状況で、原告は被告に対し、支援を表明し、心配をせずに、徹底的に争うよう激励していた。これ、葉山自身が、平成25年の8月、あ、5月1日か、のツイッターでね、いよいよ20歳が、除名になったりするのが間近に迫ってると、そうなった場合のために、ね、20歳を経済的にも再就職の斡旋等も含め、支援できるような、会社経営者の方はこの中に何人いらっしゃいますか、いたら私まで連絡くださいみたいなね、そういうことをツイートしてるところからも、もう典型的なように、当時、葉山は、谷川と対立していた、正木理事長を、
創価学会の会長にするために、もう資材を投げ打って戦うって自分で宣言していた人で、その、葉山が、常に僕に日頃言ってたのは、とにかく生活のこととか、就職のこととか心配しなくていいと、ね。全部面倒見てやるから、安心して谷川と戦えってことを一貫して彼は僕に言ってきたわけで、そういった私の被告の側の主張を裁判長は、ものの見事に認めてくれて、原告は被告に対し支援を表明し、心配せずに徹底的に争うよう激励していたっていうね。この裁判長がこれを認定した事実は非常に、ね、大きく判決に、現れていますね。で、3番目。被告は先行きに不安を感じていた妻を安心させたいという思いから、8月6日、原告に対し、いろんな意味で気苦労をかけてきて、もういっぱいいっぱいの家内ですと、葉山さんからお金の面は心配しなくていいなど、いろいろおっしゃっていただければ、少しは安心するかと思います。勝手なお願いですが、よろしくお願いいたしますというメールを送信した。まあ、このメールは事実として残ってるんですが、この裁判長の偉いのは、葉山氏が言うような、谷川から刑事告訴して訴えられて裁判費用が300万かかるから貸してくれとか、今度除名申請が出て除名になるかもしれない。そうなったらまた300万追加で必要だから300万貸してくれ、なんてことを、葉山氏は僕が振り込む1週間ぐらい前に電話で、お願いしたから、葉山氏は振り込んでやったんだっていう主張を何度も繰り返していたのにもかかわらず、それは嘘だって見破ったんですね。そもそも、私は、葉山が金のことを心配しなくていいから、戦えって言ったら戦ったっていうのが真相で、ね。だから谷川から刑事告訴された時も、あ、予定通り谷川が、刑事告訴してきましたよ、葉山さん、みたいな、そういう連絡をするだけなんですよ。ね。そしたら葉山が、ね、300万振り込んでくれたんですよ。なぜなら、もう前からそういう話にお互いの間でなっていて、ね、改めて300万貸してくれとか、そんなね、そもそも裁判なんてやったことないから、いくらかかるかもわかんないし、葉山氏がいくらだったらお金出せるかなっていうのも、葉山氏の懐具合もこっちはわかんないわけで、こっちから300万なんていう金額を指定して貸してくれなんていうことは、ありえないということを裁判長は見抜いたんですね。そうじゃなくて、もう話としてはもともと、ね、そういう事態になったら、経済的援助を葉山氏からするよという、ね、2人の間で約束はもうできてたんだなっていうことをもう認めた上でね。で、僕自身は、何の不安もなかったんだけども、やっぱり旦那が刑事告訴されて、ね、警察で取り調べられて、で、その次は当国民になり、さらには創価学会クビになるというのは当然予告されたことで、僕自身はもう昨日が今日になったような感じでね、もう泰然自若、大船に乗ったつもりで何の心配も不安もなかったんだけど、家内がやっぱりかなり動揺してたんで、8月12日の300万の6日前、6日前とは言っても、11日とか10日が土曜日、日曜日だから、実質、銀行の営業日からすると、まあ、3、4日前かな。
がこの8月6日に当たるんだけど、ね、この8月6日に、とにかくいろんな意味でもういっぱいいっぱいの家内だから、まあ、葉山さんが、ね、お金の面は心配しなくていいってね、一言言ってもらえば安心できるんじゃないかっていう、このメールを送っただけなんですよ、僕は。ただね、年明けの、8月12日、ある意味、銀行が開くと同時に一番で300万、葉山氏は振り込んでくれてるんですね。で、4、原告は8月12日、除名処分や解雇処分を争う裁判費用等を援助する趣旨で、被告名義の口座に、金銭1を送金した。事実ですね。で、5、被告は10月勤務先から解雇された。10月18日付で解雇されました。6、被告は11月1日、原告ほか3人の学会員と会食するために、大阪を訪れた。原告と被告は会食の前に会い、前記4の事実が判明して、原告の学会内での立場が悪くなることを懸念し、会食の席で確認された場合には、本件金銭1を貸し付けであると説明することとし、被告において、原告が所持していた、国用の領収書の印字部分を修正するなどして、本件借用書を作成した。7、被告は12月、学会から除名された。8、原告は12月27日、除名処分や、解雇処分を争う裁判費用等を援助する趣旨で、被告名義の口座に本件金銭2を送金した。本件金銭2に関して借用書は作成されなかった。9、被告は本件金銭1、2を返還する必要はないものと理解し、これらを、除名処分や解雇処分を争う裁判費用や、住宅ローンの返済等に充てた。まあ、実際、葉山氏が振り込んでくれた600万円の使い道としては、裁判費用とかね、あと、住宅ローンの返済が始まって、毎月16万1000円かな、払わなきゃいけないっていうのがあったので。それを丸1年間払ったらもう全部なくなったというのが事実ですね。10番、原告は、平成26年5月頃から被告と距離を置くようになる。これ、葉山がね、自分で言い出したことなんです。葉山氏と、僕との関係が、もう、なんていうかな、180度、変わったのは、もう平成26年5月頃。これ何があったかというと、平成26年4月の27日付で、いわゆる僕の除名の審査、官製審査会が続いてた最終結論が出て、僕の除名が確定されたのが、この平成26年4月末。そしたら僕の除名が確定するや、葉山氏が180度豹変してしまったんですね。だから、この平成26年4月までの葉山氏と僕との関係性、いろんな残ってる証拠の意味合いと、5月に入ってから、葉山氏が被告と距離を置くようになってから、もう、同じ証拠物でも、もう意味合いが180度変わってきたんですね。
ほんで、結局そこから7年経った令和2年8月5日に、葉山氏が僕のところに600万は貸した金だ、返せなんていうね。7年間一度も何にも言ってなくてですよ。7年経っていきなりそういう内容証明を送ってきて。被告に対し、長らく本件金銭一位の返還を求めていなかったっていう、これも裁判所が認定した事実ですね。で、そこで裁判所の判断。まず、争点1。8月12日の300万、返す約束はあったのかなかったのかについて、裁判所はこう判断しました。本件借用書の作成日について。前提事実2の通り、金銭1に関し、8月12日付、本件借用書が存在する。しかし、本件金銭1が、同日、午前9時18分に振り込まれていた。これ裁判所による銀行への調査嘱託っていうね。これでやってみたら、葉山氏は僕をね、大阪に呼んで、借用書を書かせて、その借用書を確認した上で、8月12日に振り込んだっていう主張をずっとしてたにもかかわらず、ね、僕が大阪に、この日実際行ってないし、行ってないんだけども、仮に行ったとしても、全然大阪に着くよりはるか前の午前9時18分に実際は葉山氏は振り込んでいたわけですよ。ということは、借用書を書いたから銀行に300万振り込んだというそれまでの言い分は大嘘で、ね、形は大阪には行ってないし、借用書なるものも書いてないのに、葉山氏は銀行が開くや否や9時18分の段階で300万を振り込んでたっていう動かない証拠が出てきたんです。今回のこの100対0の判決が出た大きな、証拠の一つがこの、調査嘱託の結果です。で、もう一つの大きな証拠が、被告の携帯電話には、同日に大阪を訪れたロケーション履歴が残されていないんですね。これ今回、僕も初めてこんなことができるんだって知ったんですけど、携帯電話の Google のマップをね、ちゃんとログインしておけば、その日、その携帯を持った本人が、一体どこからどこへどういう交通手段でどうやって行ったかなんていう記録がね、その人が1ヶ月とかだったらわかるけど、10年前の当日の記録ですら残っているってことがわかったんですね。で、その Google のロケーション履歴を証拠として出したわけですけれども、それによると、僕は8月12日の朝は、箱根の別荘、箱根の外輪山の別荘地、ゴルフ場内にある別荘地にいて、ね、で、その日は三島方面に車で下った後、電車で小田原経由、新宿経由で渋谷に行ったっていう、ちゃんとその日の私のロケーション履歴が正確に残っていたんですね。それがもう二つ目の決定打となって、ね、9時18分に振り込んでた事実と、もう一つ二十歳が大阪には行ってない。三島までしか西には行ってないっていうね。その二つの決定的証拠が出てきたものですから、原告本人ね、で、さらにね、もう致命的だったのは、この二つの、決定的証拠が出たために、
最後に本人に、尋問っていうのをやるんだね。証人尋問っていう。その証人尋問で、私の側の弁護士さんがいろいろ追及していくとね、いや、この借用書の作成日、はっきりとは覚えていないんですなんて自分が言い出したって。書面上は8月12日の日付が入ってて、実際に書いたのは11月1日なんだけども、その8月12日なのか、11月1日なのか、いや、一体いつ書かれたのか、私には全然記憶がありませんなんてことをね、あやましが尋問調書で答えちゃったものですから、もう3つ目の決定だですね。いわゆる調査嘱託の結果と、Google のロケーション履歴と、本人の尋問調書での作成日は全く覚えてないとの供述。この3つからして、本件借用書の作成日は、8月12日同日ではなく、被告が主張する11月1日であったと認められると。2番目、本件借用書の作成趣旨について。この借用書がなぜ存在するのか、どうして作られたかっていうのは、葉山氏は何にも説明できてないわけです。もっぱら僕が、ね、作成の、趣旨を説明したんだけども、その私の説明が100%採用されたってこと。被告はね、本件借用書の作成趣旨について、認定事実6の通り供述する。1、被告が、間もなく勤務先から解雇され、収入が途絶え、住宅ローンの返済にも窮することが見込まれており、裁判費用を借り入れてまで、除名処分や解雇処分を争う意向であったとは考えにくいこれ僕は何度も、前回、第32回の時も申し上げましたけど、いわゆる勝ったって一線にもならないような裁判を、ね、勝つかどうかもわかんないのに、ね、600万も借金して、提訴するような人は誰もいない。いるとすれば、この時の20歳だけだ。というのが葉山の主張になるわけですよ。ね。で、裁判所から考えても、ね。葉山氏の主張からすると、600万貸した金だってことは、20歳は、600万借りてまで裁判を起こした人間だっていう、そういう主張になるんだよね。ところが、その単純な事実も、ちょっと考えたらありえないなって、誰だってわかると思うんだよね。だけどね、不思議なもんで、あれは貸した金だって言い出した、葉山氏は言い出したときはそんなこと全く考えてないし、金原氏も同じこと言ってるわけです。僕も、その借用書など見せてもらったけど、あれは嘘じゃない。あれは絶対にね、私が葉山から借りた金だっていう金原氏も思い込んで。で、僕もね、危うくそれに乗っかりそうになっちゃったっていうか、向こう側がそういう主張をするとね、こっち側が絶対借りた金じゃないっていうのは分かってんだけど、ね。そもそも、そんな600万を借りて裁判を起こすような人間っていないよね、みたいな、こういう、誰でも単純に考えたら、すぐ浮かぶようなことが浮かばなくなっちゃう、ね。裁判の途中まで真面目になって、葉山氏の言い分に付き合って、葉山氏の言い分をひっくり返そうと思っていろいろやったみたいな面があるんだけど、
そういう意味で言うと、人間って深く入り込めば入り込むほど、一番素朴な単純な事実が見えなくなってくる。で、僕も裁判途中、尋問あたりからね、とにかく、なんで自分が裁判を起こしたか考えてみたら、葉山氏がお金のことは心配しなくていいから、生活も心配しなくていいから、徹底的に谷川氏と最後まで戦えっていうから起こしたんであって、もし300万とか600万をね、あれは貸したお金がね、300万貸したら頑張れとか、600万ね、貸したら谷川と戦えなんて言われたって、絶対に戦わなかったっていうね。で、このね、今言った借金してまで裁判を起こそうなんていう人間いないっていう、この単純な事実を裁判長はドカンって判決のど真ん中に置いてくれたんですね。被告が間もなく勤務先から解雇され、収入が途絶え、住宅ローンの返済にも窮することが見込まれており、裁判費用を借りてまで、除名処分や解雇処分を争う意向であったとは考えにくいっていうね、この裁判長の判断が、もう、葉山にとどめを刺したと言えるんじゃないかと思います。丸二、本件借用書が、その体裁からして、急遽作成されたものとして認められる。だって、領収書なんで、本来国用の。その領収書の活字の上を日本線引いて手書きで借用書としてね、書いて、ちゃちゃちゃって書いて、やったものであってね、その体裁からして、急遽作成されたものは明らかだと。3番目、原告が被告に対し、長らく、本件金銭一の返済、返還を求めなかった。7年間。これもおかしいでしょ？だって、葉山と僕が最後に会った時なんか、本来、葉山はね、借用書を書いて渡すって約束したのに、20歳は何度請求しても書かなかったとか言い続けてんだから、最後に葉山と会った時に、その場で書かせりゃいいわけでしょ？ところが最後の最後になったって、そんな借用書を書けなんてこと言わないし、あれは貸した金だから返せとも言わないし、それどころか、もうこれで今日で最後でもう2人は二度と会うことがないと分かってる、その日に葉山は最後何したかというと、僕に5万円の交通費くれたんですね。600万を踏み倒そうという主張をしてる人間がよ、その人間と最後に会った日の行動として、ね、600万返せって借用書を書かしたわけでも、催促したわけでもなく、逆に、なんていうの？手切れ金みたいなもんでしょう。ね、僕に5万円の交通費を振り込んでくれたっていう事実もあるわけで、まあそんなところから考えて、ね、本件金銭1が交付された当時の状況やその前後の事実経過に照らせば、被告の上記供述は十分信用することができ、採用できると。ね。これに対し原告は、学会から除名されても困らなかった。学会では金銭の貸し借りは禁止されていたから、本件借用書を作成しても、学会との関係で偽装工作にならないなんていう主張をしたんだけどね。しかし、原告の学会での立場や、本件金銭一が交付された趣旨等に照らせば、原告の上記供述は不合理であり採用できない。まあ、結局、
本件借用書に関して原告が述べてたことはもう全く信用できない、不合理極まりないっていう裁判所の判断が下って、もう万事休す、ね。したがって、本件借用書の、作成趣旨は、認定事実6の通りであった、つまり、被告二十歳の主張通りであったと認められるっていう。3以上によれば、本件借用書をもって、本件金銭一に係る返還約束があったとは認められず、他にこれを認めるに足る証拠もない。というのが、本件借用書の作成趣旨についての裁判所の見解。で、その上で、3、争点1。本件金銭2に、係る返還約束の有無について、前期に認定判断に、加え、本件金銭2に関し、借用書が作成されず、原告が被告に対し長らく返還を求めていなかったと、被告が10月に勤務先から解雇され、住宅ローンの返済もあり、本件金銭1との合わせて600万もの金銭を返還する目処が立っていない状況であったことを合わせ考慮すれば、本件金銭2に係る返還約束があったとは認められないと。よって、原告の請求は、本件1も本件2も、いずれも理由がないから棄却することとし、主文の通り判決するっていう。まあ、こういうですね、判決が、下ったわけです。